アスパップビートでございます。初めてご覧いただく方にも説明しますと、ちょうど35年前、1979年の明日、5月の25日にですね、アルファレコードから、華々しくデビューをしまして、35周年を迎えるインストバンドカシオペアのレパートリーを、やらせていただいているんですが、ちょうどその35年前の明日、このアルバムで、本家カシオペアがデビューしたんでございますが、これはよくご存知のジャケットなんですが、実はこのカシオペアというファーストアルバム、初回発売時はジャケットが違っておりまして、幻の初回ジャケットがこちらでございまして、はい、一部ではコレクターズアイテムになっているという初回版ですけども、これがメンバーサイトからと NG が出て差し替えになったと、はい、いうオチがついておりますけれども、この、ね、35年前に、ちょうどデビューをしてするその、ね、翌日に、我々たまたま本当に5月24日になったらたまたまだったんですけれども、ちょうど5月25日があちらのデビュー記念日ということでちょっとねこんな紹介の仕方をさせていただきました。我々のバンドとしての結成は2009年の秋ですかね、はい、ぐらいになりますから、もう4年半ぐらいこの秋で丸5年になるんですけれども、今の曲がですね、カシオペアって3期に分かれておりまして、89年までを、便宜上ファースト、90年から2006年の活動休止までをセカンド、そして2012年の、秋に、カシオペアサードという形で、再スタートをしたんですけれども、今の曲はちょうどセカンドの序盤ぐらいの、1992年のアルバムの曲ニューヒストリーというのをお送りいたしました。これリハーサルを 2回ぐらいしかやってないんですけどね、なんとかなったんでしょうか、本当に、はい、なってますか、はい、キーボードプレイヤーは喋りながら音色設定を変えるというのがですね、はい、お約束になっておりまして、これでいいのかな、14番ポッケですね、はい、ボールのかけて、大丈夫、はい、大丈夫や、はい、大丈夫や、そうか、その話は後でしましょう、はい、はい、ということで、ここで今日メンバー紹介してもらったら、今日ちょっと MC が時間が2つしかないので、では私の向かって、左手を出して右手と言います、これテレビアナウンサーです、はい、今日の、イベントの、幹事長でございます、大さん、拍手。はい、そして、今日は順番変えてフロント、今度はまた偉い夏らしい衣装でございますねというお約束をしておきまして、ギターひろぼうさん、そして実は昨日の夕方まで今日出られるか分かんなかったんですこの方中国出張に昨日の4時25分広州空港発の飛行機でから戻ってこられました。1時間遅れた、飛行機は遅れることが続いています。オンドラムス馬重さん最後の最後までだから、ドラムの打ち込みデータで演奏するかもというオプションが残っておりまして、実はオープニングに出したシーケンスを入れたその MacBook に実は今日のセットリストが、全部ドラムだけ入っておったんですけども、それは使わずに済みました。よかったです。